青井エイトミュージカル作品の2作目は太平洋戦争によって引き裂かれた愛を描く君のために散るです。この作品には引き裂かれてしまった愛を見つめ直すもう一つの愛が登場します。いわば我々観客と同じ視線の持ち主、それがマイケルとジニーです。ミュージカル君のために散る、戦争について考えることはとても難しいけれど少しでも何かのきっかけになってほしいという青井エイトの思いが込められた作品です。幼い頃に真珠湾攻撃で両親を失ってしまったマイケル、そのため彼は大人になった今も日本人を忌み嫌っています。いつもジャップが俺の人生の邪魔をする。ジャップのことは恨んでも恨みきれねえ。そんなマイケルに思いを寄せるのは皮肉にも日本人の血を引くジニーでした。私の宝、時々見せる優しさも どこまでも マイケルとジニーが通うバープレミオのマスターケントは語り出します。20年以上も前の日本人留学生タケシとアメリカ人女性スーザンの物語を。2人は日本人への差別と偏見の中にあって互いの違いの中に愛を見つけ育みました。しかし戦争によって共に人生を歩むことは叶いませんでした。それでも互いにかけがえのないただ一人の相手として魂を捧げ合った二人。マスター・ケントは語ります。たとえ現世で結ばれなくても愛は終わらない、そんな愛があるのだと。アメリカ、たくさんの人種民族、世界の中心。アメリカ、アメリカ、先進国のアメリカ、学ぶことがたくさんあるのさ。夢を大きな アメリカ、この国を手本に、この国を見習い、
この国に追いつこう、越えよう。意気揚々とアメリカに夢を描くたけし。偶然飛び込んだバープレミオで魅力的なスーザンと出会います。たけしを受け入れ微笑むスーザン。ジャップと侮辱されることが常だったたけしにとってはスーザンはまさに自由の女神。彼女もまた高学心に富み誠実なたけしに惹かれていきます。生まれ育った国、言葉も習慣も違いがあるからこそ感じるシンパシーは二人を強く結びつけました。兄のように見守ってくれるマスターケントと三人、バープレミオでの楽しい日々はしかし長くは続きません。日米間の情勢には暗雲が重く垂れ込めてきます。本当に変わる、誰も言わない、誰も見ない、邪魔だてされるのは嫌よ嫌だ、関わりたくはない。しかし時代は流れるもの、時には定めも流されるもの。僕の愛情は変わらないもの。しかし時代は流れるもの、時には定めも流されるもの。しかし時代は流れるもの、時には定めも流されるもの。たけしは日本への帰国を余儀なくされます。二人は愛の証として暴力よりも強い無力の存在を大切にすることを誓います。いつか必ず再会できることを願って。日本とアメリカをはるかに隔てる大海原でたけしはスーザンを思います。君はどこにいるのか、今僕は広い海原にある。二人の距離は幾千キロも離れているな。二人の心はいつも一つに、いつも重なる。でも目の前に君はない。手を伸ばしても君に触れられない。その寂しさに耐えながら僕は君との やがてたけしは大日本帝国海軍に入隊します。アメリカの底力を肌で知るたけしは軍部の方針に異議を唱えずにはいられません。次第に孤立していくたけし。一方アメリカではスーザンも一人たけしの不在と戦っています。時を経てなお恋しさは増すばかりです。Thank you.
私はいつもの思い出の場所、あなたの帰り待ってるの。タバコの煙もダウンライトも何も変わらないわ、マスター、とても元気だわ。果たして戦争はどこまで非情なのでしょうか。日本は山本五十六連合艦隊司令長官の戦死、各地での作戦の失敗、玉砕を重ね、もはや戦況の不利は誰の目にも明らか。ついに体当たりによる特攻作戦が開始されると、人間魚雷回転が前線に投入されます。出撃イコール死を意味する極限の特攻兵器。たけしは回転登場を志願します。戦争の恐ろしさとは、人間として当たり前の選択が許されないことなのかもしれません。今の僕にできること、それは無力なまま散ること。無力なまま死んでいった人間の存在は、きっと次の世代の憎しみを薄めてくれるから。今はただ君に会いたい。この海の向こうのスーザン。命短く明日果てるとも、君を愛した偽りなき時に、悔いはない。運命は気づくもの、流されるべきものではないと信じてきたが、我が器時代に逆らうにはあまりにも小さすぎたのだろうか。君への誓いを果たせず、君のそばにすらいられなくなる。
僕の死が次の世代の礎になると、過去からのメッセージはマイケルに届いたのでしょうか。いつだって心の扉を開けば愛に気づくことができる。時空を超えて愛は与えうる。応えることもできる。どうか憎しみに目を曇らせずに、周囲にあふれる愛を感じて、僕を感じて。たけしの声が届きますように。僕が歩いたこの道は誰のため、いつからそこに敷かれていたの。私が見つけたオアシスも誰のため、いつからそこにあったのかしら。どまに振り返るなら、僕の私の生き方は夢を信じて愛を貫き幸せでした。あの日に初めて、あの日に見つめ合った、今日まで愛し合った。そして愛を貫く、信じる、君をあなたを愛す。明日のためきっと受け継がれるだろう。私たちが祈ったあの想い、明日のため必ず語り聞かせましょう。信じ合うこと、認め合うこと。
愛し合うこととてもとても素晴らしい。僕が私が受け継ぐべき絆明日のため未来のために守りたい守りたい。私が僕が育てた絆育てた絆明日のため作品はこちらのホームページで CD を購入することができます。よろしくお願いいたします。さて、未だヒット曲のない音楽会、今回は新型コロナウイルス感染拡大を受けまして公演形態を変えて一部だけですが動画配信してまいりました。ご覧いただき誠にありがとうございました。まだまだ厳しい状況は続きますが明るい未来と音楽の力を信じてどうぞお元気でお過ごしください。それではバイバーイ。僕が歩いたこの道は誰のため、いつからそこに敷かれていたの。私が見つけたオアシスも誰のため、いつから